すべき命題が暗黙または明示的に前提のの一つととして使われるという語尾の一種論点選手の虚偽とも言われる。論点選手は循環論法の語尾と関連している。西洋での最初の定義としては、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが、紀元前350年頃に言ったものが知られており、その著書、分析論前書や、奇弁論爆論にある。 ラテン語では、アサンプティオノンプロバッタであり、その一種に、ヒステランプロテランや、サーキュラスインプロバンドと共に特に、ペチチオプリンキピーがあり、ラテン語の用語が16世紀に英語に導入された。起点、または原則を当然とみなすことを意味する。すなわち、前提が問題となっている、事柄の真偽に依存することを意味する。ラテン語の句は、アリストテレスの著作。 フライヤー・アナリティックス・ツーズ・ビーにある、ギリシア語の、タウ・ニューロー・カイ・アルファ・タウ・イプシロン、シグマ・シータ・アルファ・イオタに由来する。論点を仮定することは、必要とされる命題を示すことに失敗することを意味する。しかし、他にもこれを発生させる方法がいくつか存在する。例えば、論証に三段論法が全く使われない場合。しかし、もし B から C への関係が、 同一の場合、または明らかに置換可能なものである場合、または、一方を他方に適用できる場合、論点が選取されている。トーマス・フォーラーの1887年の著書では、ラテン語の語源を、ペチチをクエシーティとしている。フランス語、ペティッシン・デ・プリンチペに対し、不当前提を訳語に挙げる辞書もあるが、本源の誓願というほどの原義である。直訳して、 原理請求とも、ペチチオプリンキピの訳として、早くは、井上哲次郎、哲学ジーフ申告音符65ページに、特徴要素とある。坪井久くめ論理学講義上編巻のに、第18章事実語ビュー中第6節特徴要素の語で、特徴要素に、ペチシオ、プリンシピアイと、左ルビを振ってあるが、この箇所は、 改正造法論理学講義全3版第9章事実化後第6項では、複造断案のかと改められている。山田育児、官名論理学、第4章論理上の虚偽139ページにも、特章要素の虚偽として取り入れられ、他にも、ある程度広まった。他に、近見清美、論理学館の3、4推託法及び、美語ビュー第3章。 第2水託資料上の五百169ページが、傍称弁論の語竜を、ペチチオプリンキピの訳語とし、論理学用義第6章、第4節炎釈法に関する五竜中、第2推理資料上の語竜でもそのままである。この語句は普及しなかった。明治論理学の確立者ないし、体制者とも称される、体制宿は、論理学第3章。 第9節エ S 推論166ページに論点摂取のエ S 推論を挙げたが、続く論理学第1章第11節160ページ並びに論理学原理第1編第11章148ページでは、不当過程のエ S 推論に属する採用趣味の例を摂取論点のエ S 推論とした。過失した講義録が没後。 大成博士全集第一巻論理学にまとめられて、広く読まれ、該当箇所は、同書第一編第十一章百七十ページにあるが、同書、付録第七論理学用語英和大訳表は、見出しに、不当家庭、運んやサンプションと、順位関論章、サーキュラス・インプ・ロバンズ、オア・ペチチュオ・プリンキピはあっても、接種論点を取ってない。同書の編纂工程に当たった。 大西門下の中桐角太郎は、論理学、第七章エセ推論布説、アリストテレスのエセ推論182ページに、論点接種と記しており、後年、論理学図な第二編、第二部、第二章、第二説281ページでは、論点接種または、不当過程とも書いている。接種論点の形では、北沢貞吉、論理学講義、第五章推論へに法中、 2580ページに、不当前提のビューロンもしくは、摂取論点のビューロンとあり、また井上金次、読話法学大辞典626ページ、ペチチュオ・プリンキピも、訳語を、摂取論点。不当論章アキラ、とする。浅永三十郎を変者とする、哲学公用刊末、和読英術語対象表は、循環論法を、ペチチュオ・プリンキピとしていたが、 アサナガチョ、哲学辞典214ページでは、摂取論点が、ペチチオプリンキピを言語にして立候された。荒木良造、キ弁と、その研究、第二編不当家庭の極論中第十一章の、章題も、摂取論点であるが、添えられた言語はギリシア語由来の、ヒステランプロテランと、英語、ウンズエアサンプションとの二つであり、祖語する。なお、摂取という訳語は、 おそらく、18世紀ドイツ哲学におけるカントラの用語、摂取の語尾フェーラーでアーシュリカンズに基づくか。カント法訳でサブレプションは、すり替え、取り違えなどとも翻訳される。渡辺又次郎、最新論理学、作品は、不当過程を、ペッチチをプリンキピの訳語とし、本文318ページでは、この中に属する特別なるものとして、 循環論法と称せられるものありと説く。今福忍は、関連不明の東京専門学校講義録、論理学、第44節419ページでは、不当選決のビューローンを挙げて、これに属するのが、論点摂取、アサンプティオノンプロバッタと、循環論証サーキュラスインプロバンドとであると説明していたが、これらに相当する術語を改めて取り上げた、最新。 論理学用疑第2編、第2章、第7節ビューロンを呼び、巻末、用語英読体訳作品を見ると、未焦点摂取のビューロンの言語を、アサンプティオノンプロバッタとし、その下に4種族するうち、不当選決のビューロンはヒステランプロテラン、選決問題要求のビューロンは、ペチチオプリンキピ、循環論章は、サーキュラスインプロバンドとしている。同書でのビューロンを、 虚偽に変更しただけで、哲学大辞書の、ラワ作品にも踏襲されるが、同書第七冊三千三十三ページ、論証的虚偽の項は、未焦点接取、論点接取の虚偽を併記する。今服の項議録と似た分類は、河合天一、贈呈開判新論理学項用で、この版から増歩した、結論中、第二焦点液推理の加百九十五ページで、不当家庭の項、 未生前提過程、アサンプティオノンプロバッタと、循環証明との二つに分け、前者は、未生前提接種とも記す。これは、後の、贈呈解半神論理学公用第五章、第二節演液推論の過後173ページでは、未生前提接種の後に統一されている。早見博士、論理学、第二編、第十一章虚議論にでは、 論点接種の虚偽やサンプティオノンプロバッターを挙げて、その下に、不当家庭の虚偽ヒステランプロテラン、先決問題要求の虚偽ペチチオプリンキピ、循環論賞の虚偽サーキュラスインプロバンドの三章を、属させた。同書は、哲学奏書の中でも、売れ行きの、最も多かったもの、1921年時点で43版、1930年で191版に、 達したほどであり、贈呈改版とともに、以後この用語法が、初手時点にも採用され、定着していったとみられる。論点接種から、論点選手への書き換えは、1950年代以降に出現する。文部省学術奨励審議会学術、用語文化審議会編、学術用語集論理学編に、論点選手の虚偽が立行され、大役が、 ファラシー・オブ・アスミング・ザ・ポイント・イン・ディベート、アサンプティオ・ノン・プロバッタである。なお、ペチチオ・プリンキピに、不当前提の訳語を当てる要例は、法学系の論文に目立つ。この言葉そのものは、早くは、高山林次郎、論理学、第13章不正確なる、推論百8 0ページに確認できる。それは、論点選手だと言えるのは、一つの三段論法の、 中で、循環論法が使われている場合である。すなわち、推論過程に証明すべき事柄を前提とする、命題を含んでいる場合である。本質的に、命題がそれ自身の証明に使われるような戦術は、その基本的形式において説得力がない。例えば、ポールが、本当のことを言っていると証明したいとする。ポールは嘘を言っていないと仮定する。 ポールは何かを話している。従って、ポールは本当のことを言っている。この文章は論理的だが、話者の真実性を納得させることはできない。問題は、ポールの真実性を証明するために、ポールが本当のことを言っていると仮定することを聴衆に頼んでいるため、これは実際には、ポールが嘘をついていないなら、ポールは真実を言っているということを証明しているに。 過ぎない。このような論証は、論理的には妥当である。すなわち、結論は、実際に、前提から導き出されている。ただし、何らかの意味で、その結論は、前提と同一である。自己循環論法はすべて、このような証明すべき命題が論証のある時点で、仮定されるという性質を持つ。なお、統合的には、上記の例のように、 論点選手であることが明確にわかるような表現は滅多にない。関連してこの用語は問題の回避の意味で使われることがある。これは論証の前提が欠けていることを指摘するもので、そのために論証の自己循環性を指摘することができない。辞書によっては結論と同程度に証明を必要とする事柄をベースとして結論を導く語尾とされている。 しかし、これはむしろ多重質問の語尾に近い。論点選手は、循環論法の語尾と関連している。循環論法では、二つの結論が互いにもう一方を前提としている。すなわち、論史を追っていくと、ある結論がそれ以前の前提とされていることがわかる。論点選手は、もっと単純な一つの論証と、その結論だけでも発生しうる。 厳密には、論点選手は、結論が、その直前の前提の一部であることを意味する。しかし、循環論法とするべき時に、論点選手という用語を使っても、間違いとは言えない。論点選手は、多重質問の語尾とも関連している。多重質問の語尾とは、結論を単に主張するのではなく、受け入れられにくい。 証拠群を提示することに起因する技法の語尾である。それの特定の形式として、ある命題を、より汎用的な命題の例に還元するというものがあり、後者の命題は、前者の命題に比べて真偽がより明らかということは、ない場合がある。殺人を意図したすべての行為は、道徳的に悪いことである。死刑は、殺人を意図した行為である。したがって、 死刑は道徳的に悪いことである。この論章の最初の前提をある道徳体系内の行為として受容した場合、この推論は健全な論章と言える。最初の前提は結論よりも汎用的であるため、これを行為として認めなければ、全体として単に死刑は悪いことだという主張よりも弱い論章にしかならない。現代英語では、 ツーベッグザクエスチョンが間違って問題を提起するとか本当に答えるべき質問という意味で使われることがある。例えば次のような使い方である。今年の財政赤字は5000億ドルである。ここで疑問が生じる。我々はどうやって予算を釣り合わせようとしているのかこの混乱のもとはベッグとビゲットが似ているためと考えられる。ビゲットには 生じさせるという意味がある。ビゲットを、ツービゲットザクエスチョンという形で使った例として1748年の、デイビッド・ヒュームの著書、アンインクワイアリー・コンサーニング・ヒューマン・アンダースタンディングがある。ディス・ビゲッツ・エーベリー・ナチュラル・クエスチョン・ホワット・イズメント・バイ・エースケプティック・セクション12このような話は、規範文法的な言語学的論争の例である。ありがとうございます。